っと待って。なんかすごい光ったんでる。黒だからかな。やっほー、エアコンうるさー。ちょっと一旦エアコンのリモコンがちょっとそっちにあるんで、エアコンのリモコンを取ってきます。全然聞こえてない？ちょっと私がうるさかった。私がすごいうるさかったわ。もうなんかゴーゴーみたいな感じだったんで、今日ねちょっと心配なことがありまして、あのね、荷物が届くんですよ。なんか途中でさ鳴っちゃったらさ、どうしたらいいんですかね。うん、あんな普通に取り入ってた。そうか、もうちょっと下すぎて。なるほどね、オッケー、オッケー。え、一回消すべき？消さないでいい？めっちゃ白飛びしてるな。黒だからか。うん。タワー。うん、あやかちゃん、あ、サイン会で見たあやかちゃん、ありがとう。タワー。あとはフェナちゃん、ありがとう。え、何このクリスマスみたいな。クリスマスなわけないよね。クリスマスちょっと早いよね。クリスマスだったらちょっと。フェナちゃんありがとう。あ、アンパンさん、タワーじゃねえや、これは。お城、お城ありがとう、建築士さん。あとはリー、夏音ちゃんありがとう。あん、かき氷か。かき氷。なるほどね、なるほどなるほど、かき氷か。めちゃめちゃなんかあのクリスマスツリーみたいですね。よく言われません？よく言われませんか。んーと、ん？ありがとう、バーラさん。ん？バーラさん？バーラさん？パーラさんか。タワーありがとう、スギちゃんも、なんか浴衣のクマありがとう、まさきさんもありがとう、くるちゃんもありがとう、クマ。いっぱいいっぱいありがとう。ちょっとめっちゃテカってる。テカってないよ、テカってないよ、テカってない、そう見えるだけよ。アットジャム見てくれましたか？噛んじゃった。アットジャム見てくれましたか？見たよ。ありがとう、ありがとう。ここにね手をねやっぱ置くと、あの顔が白飛びしませんね。やっぱ黒だから。ハットジャム、ハットジャム。ハットジャムはあの昨日ズルズルが瀬戸利になくて、だからね内緒ですよ。あのあんまり緊張せずに、のびのび
できたと思います。やっぱりね、ズルズルがあるとね、緊張しちゃう。あのね、もうね、あの失敗したらね立ち直れないからか。だから昨日とかは別にそんなになんか出ないところがなかったから、歌とかも。だからすごいよかったです。なんか指原さんから今日 LINE が来て、なんかすごい歌よかったよって言ってもらいました。ありがとうございます。シャインマスカット食べまーすなんでやねん、なんでシャインマスカット食べんねんシャインマスカットをファンの皆さんに買っていただきます。ありがとうございますでも昨日はなんだっけな、君と私の歌だっけな、に、ん、君と私の歌、そうね、君と私の歌の時にめっちゃ気持ちよく声出るなって思ったから、多分昨日はたまたま調子が良かったんだと思います。 SNS ちょっと失敗しちゃったけどね。あの、もうはめっちゃ調子良かったと思います。で、調子に乗ってたら、SNS をちょっと外しました。デヘベロデヘベロね、なんかちょっと落ちてたとこあるらしいね。なんか部活の落ちサビが見れなかったみたいな子がいるらしいね。見れるようになったのかな。見れるようになったの？あ、9時からなんだ、アーカイブ。じゃあそこで見れるようになってるといいね。失敗してないはずです。あ、そう、なんか落ちたといえばさ、あのサイン会でさ、なんか落ちたみたいなのありませんでした？オンラインサイン会で。なんか私、あの一瞬画面が暗くなったんですよ、サインやってる時に。一瞬画面が暗くなって、私の、だから多分私のせいです、ごめんなさい。シャインマスカットおごります、ごめんなさい。だからエゴサしてて、そう見つけたから、そう。でも誰が落ちてたん、どこからが落ちてたのかが分かんなくて、そう、教えて誰か誰か教えて。まあ問い合わせてくれたみたいなんでどうにかなると思うんですけれどもね、せっかくね、高いお金払ってというかDVD ね、一緒に買ってくれて、 2つ買ってくれてさ、やつなのにさ、すごい申し訳ないです。私が見たのは1人しかいないんだけど、他にももしかしたら Twitter やってない人とかでいるかもしれないので、それはまたやるかもしれない。ちょっとよくはちょっとまだわかんないんですけども、まだちょっとわかんないんですけれども、そう。でもとりあえず私が見た中で、言っていい、これ言っていい、ちょっとだけ時間あげていい、
私がまだ見れてない人もいるかもしれないんだけど、私がちょっとエゴサした中で見つけちゃった子に対してちょっと言っていい？いい？いいの？申し訳ないから、しずくちゃん、しずくちゃん、オンライン再会ありがとう。なんか落ちてたみたいで見えなかったみたいなんですが、しずくちゃんへの愛をいっぱい語ってたよそう、しずくちゃんは可愛いんですからね。しずくちゃん可愛いし、いい子だし、好きだよっていう話をしてました、してたんです。ちょっとサインのあれがないんであれなんですけど、ここにはめ込んでいただいてここにはめ込んでいただいて、あ、じゃあ皆さんもこれどうぞ、皆さんもどうぞ、これここにアイコンアイコンどうぞ。しずくちゃんありがとねありがとね、ごめんね、なんかまたわかんないけど、うん、とりあえず私ができることはこれぐらいしかないから、個人でできることはねこれぐらいしかないんでね、これは本当にプライベートだから、プライベートだから、また対応とかがあったら別であれなんですけど、とりあえずこれはプライベートとして、これは私のショールームとして、普通にファンサービスでございます。しずくちゃーん、そうです、これはもう全然ソニーさんとか関係ないです、ヨアにも関係ないです。佐々木舞香のショールームでやったことなので、全然ねプライベートでやっておりますのでね、ね、だからもしね止まっちゃってたよ止まっちゃってたよ全員に言われたらちょっと困っちゃうけど、まあでもそんなひどい人はいないと思うので、もしね、もしかしたらその何だろう、まあ実際に多分止まっちゃってたところはあると思うんだけど、そう、私のさ iPhone がさ 6S だからさ、マジでなんかショールーム重いよね、なんか若干マジでもうなんかすぐ熱くなるし、本当に 6S でも私自分でさ、なんか何、携帯ショップに行ったことがなくて、だからなんか怖くて行けないの、ママー。でも私もう二十歳だからさ、自分で行かないとさダメじゃねダメじゃね、ダメじゃね、ダメじゃね。あ、これ出てるのかな、これ、びっくりした、退出するになっちゃった、取れない、う、取れない、取れない、よいしょ、よいしょ。みんなどうですか、これは。なんかケーブルカバーです、そうそう、だからね、みんななんかあったらね、よかった、しずくちゃんがいい子でよかったよ、ほんとしずくちゃんがいい子でよかった、ほんとね。だからね、もしみんななんか運営さんとかにね伝えたいことがあったらね、ちゃんとね丁寧な言葉で優しい心を持って言いましょうねね、ね、そこが大切よ、みんな優しい心を持って言ってください。
人に対してはみんなそう。しずくちゃんがいい子でよかったです。そう言い方が大切ですよ。まあね、私のファンにはそんな人いませんよ。みんなもうお嬢様口調ですわみんなお嬢様口調ですよもうね、ほらそうですよね、そうですわよね。そう、もう男の子も女の子も関係なく、もう老若男女お嬢様口調ですわよね。品がよろしいことザマスは違うザマスは違うよね。ザマス、ノーザマス、ノーザマス、ノーザマスよそう、セレブですわよの気持ち。でもザマスは違います。ザマスはあれですよ、もうあのスネ夫のお母さんですよそれはね、え、そうでしょ、スネ夫のお母さんになっちゃうでしょそれは。そうです。まああとはね、もう9月6日のあの3周年が近づいてきていますので、まあぜひ、まあ、来られない方も配信で、まあ配信で見てくださいな。揺れちゃう揺れちゃう。最近ずっとレッスンしてるんですけども、最近はね、もうね、最近はもうレッスンが朝から晩晩晩もないけど、まあ言い過ぎました言い過ぎましたが、それぐらいあるので、最近ここまあ5日ぐらい朝風呂だったんですよ。もう帰ってきて化粧落として寝て、朝まあ早く起きてお風呂に入るっていうのを5日間ぐらい続けてたんですよ。でも今日は、昨日アットジャムだったからすっごい汗かいたから、昨日は昨日入ったんですよ、ちゃんと夜。でも今日パッと朝起きて、パッとは起きてないな、こうもうあアラーム鳴ってる、アラーム鳴ってる、お風呂入らなきゃってなってな、一回なったねもう朝風呂が続いてたからさ、ずっとだから、あ朝こうこうも眠い眠いよ、あお風呂入らなきゃってなったねそうね、そうなっちゃった。でも今日もお風呂は夜入ろうと思います。まあ今日はなんもないのでね、入ろうと思います、夜。アイラインを引いてないとさ、ちょっとあれだよね、見てこの目ん玉の濃いアイシャドウ、目ん玉の濃い、目ん玉の濃いってどういうこと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 。ご飯はあれです、セブンの新発売のセブンの冷製なんかトマトパスタみたいなやつがめっちゃ美味しくて、昨日アットジャムの前に食べたんですけど、それが美味しくて今日も買っちゃいました。みんな知ってる？セブンのさ、なんかね、新発売のトマト味のなんかやつです。今日は今何時？今何時？そうね、だいたいね、ね、6時2分。6時半までにしようかな。6時半になったら教えてください。私ちょっと時計がベッドの上にあって見れまてんので、
そう、今日イコタイムあるからさ、私もご飯食べなきゃいけないし、お風呂も入らなきゃいけないから、夕方にすることになっちゃって、ごめんね、みんなお仕事の人とか見れてないかもね。今日月曜日なんよ。そう、私ずっとではないけど、今日朝日曜日だと思って、日曜日だって思ってたら月曜日だったね。月曜日か、月曜日やね、月曜日、月曜日嫌いだったもん。今はさ、そんな月曜日に決まった仕事があるとかさ、何学校があるとかはないからさ、私あれだけど、月曜日嫌いだったわ、学校とかね。てかさ、なんか思うんだけどさ、なんか台風とかさでさ、学校とか休みになるかもみたいなのあるじゃん。で、私愛知県だったんだけど、なんか愛知県って、まあ、愛知県に限らずなのかもしれないけど、私が住んでたところ情報が、まあ、愛知県と愛知県の周りしか分かんなかったんだけど、愛知県って台風がもう早朝で過ぎちゃうんですよ。だから絶対学校が休みになんないの。だから本当にムカついてそう、なんか愛知県避けられてるやんと思って、マジで。なんか台風でとかで学校が休みになったことが多分あんまりなくて、一瞬なるやん。だからそのなんだろう、いつもはさ、もう遅くまで寝てるんよ、ギリギリまで寝てるけど、台風の時は朝早く起きて情報を見るのよ。だからなんだろう、大雨とか暴風警報が解除されました、どこどこが解除されましたとか、どこどこがまだ発令中だからここは大丈夫でしょみたいな、絶対休みだよ、絶対休み休みみたいなね、休みにしてくれればいいのにね、別にさね。まあもういいですよ、もういいです、もう卒業したんでね、そう、なんか一箇所だけね注意報とかあるけども、まあもう学校ぐらいかな。でも今は別に東京来てからは台風怖いとか思ったことないけども、小さい頃はさ、やっぱ学校嫌じゃん、家にいたいじゃんね。今はないけども台風来たら嫌だしね、結局お仕事あるからさ、雨もなんか風も雨もすっごい時にさね、お仕事行くの大変だもんね。だから絶対来ないでほしい。今年来てないみたいな、あ、来たのかな一回、やだよね、前髪崩れるの許せんな、許せんよな。目ん玉乾いた、目ん玉乾いたなり。私はね、もうこのショールームが終わったら髪の毛を、前髪をもうガッとやってピシッと止めてギュンって縛って完成ですマジで私のね、何お家の姿をね見たらね、みんなねもう驚愕すると思うよ。もうね本当にね、やばいやばいです。
やばいですよ。なんかね、もうなんかしかも眼鏡かけてるから目ちっちゃくなるじゃん。だからね、もうすごいすっぴんですって感じ。可愛くないよ、マジで。マジで可愛くない、マジで可愛くないよ、怒るよそうやって良くないよ、すっぴんにも可愛いのを求めるのは良くない、それは良くないよマジで、怒るよさ、本当に眉毛が薄くて、なんか形は別にそんななんだけど、眉毛が薄いんすよ。薄いからもうすっぴん感が丸出しなのと、あと本当にこれ何回も多分言ってるんだけど、口の色が土なの。マジでね、マジで土、ここの色ぐらい、この影の色ぐらい、もうちょっと肌色だけどね。だから本当になんか血色感がなさすぎて、だってやっぱまつげが上がってないと目がさ、ちっちゃいんですよ。ちっちゃくはないけれども、だね、渚とかと比べるとやっぱちっちゃいからね、渚とかと比べるとちっちゃいからね。そうだからね、嫌なの。でもマジで前髪を閉じてる姿が一番楽だね、やっぱり。このペンギンさんで、このペンギンさんと、このキキララさんで、おそろ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 。今は別にさ、前髪上げたっていいよ、あれだもん、すっぴんじゃないもん。タン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 。ならね。ならねえ、ならねえ、ならねえ。ちょっと今なんか肘とかなったよ今ならねえ。私口笛も吹けないのどうってなる。うん、乗った今。諦め、人生諦めが肝心よ、人生は諦めることが大切。難しいよね。そう、昨日のね、
あのマスカラリムーバーつけて、これヒロインメイクのマスカラリムーバーをこうつけるんですよ、こうまつげに。その後ちょっとちょっと待つ、ちょっとまあ携帯いじりながら、携帯いじりながら待って、待ったあとさあ落とすぞってなった時は、まずこう、まずこうこうやってやるとここにつくんです、マスカラが。ここにペン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 ってつくんです。ペン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 ってここに黒くつくの。これで下は完了。そしたらこうこうやってクッてやってこうやってやって、そしたらここに黒いのがつくの。ここがもう真っ黒になるの。ちょっとね、上をやっぱこうこうやってやるといい、こうってやるとこことここがもう真っ黒になるんで、落としましょうって気持ちになりますよ。あー汚い汚い、落としましょうってなります。それだけです。揺れちゃおう、ね、私ね今すっごい眠たいの。もう電車の中で寝ちゃうかと思った。今日ね7時に起きたんだけれども、昨日ね、昨日はね結構早く寝たよ。1時ぐらい、1時ぐらいに寝て7時に起きて、今日まあお仕事だったから、で電車で、もう電車が眠い、もう電車がマジで眠い。なんかさ、電車とか車ってなんであんなに眠くなるんだろうね。やっぱ揺れが気持ちいいんかね、ゆりかごみたいな感じで。やっぱ子供もね、ゆりかごだとよく寝るから。電車寝ちゃうよねマジで。もなんかこうやって下向いてると首が痛くて、だからこうやって寝てた。マスクしてるからいいかなと思ってなんかさ、ちゃんマスクしてなかったらさすがにこうは寝ないよ。新幹線ぐらい、これはこれで寝るのは新幹線ぐらいよ。だけどマスクしとったらもうどうせ見えんやろと思って、こう口もオッケーとしとります。あとはリュックなんですけど、私いつもリュックを膝に乗せて、でもこれはリュックがいっぱいの時しかできない。もうリュックがもうパンパンです。リュックパンパンの時はリュックをこう乗せました。リュックのここにここら辺まであるの、リュックが。リュックがここら辺までとしたら、こうしてこうで、これで寝てる。潰してね、リュックを。これめっちゃ便利、これ便利よ、これめちゃめちゃ便利、安定するから。これめっちゃ便利です、皆さんぜひ。そう考える人スタイルです。あ、そうそう、なんかトマトとクリームチーズ、生クリームじゃない、チーズとなんか生ハムの冷製パスタです。冷製に行こう、冷製に行こう。リップ塗ってる。なんかリップだから、あのね、話戻るんだけど、なんかあの元の口が土だから、リップが真っ赤っかじゃないと不安で、いつもメンバーに口ある？私今口あるって言ってる。口あるって変だよね。普通はさ唇の色あるじゃん。私はいつも口ある？私口ある？唇ある？って言ってるそしたらメンバーもあるあるって言ったら、いやちょっとフ
口あるっていつも聞いちゃう。口はね、そりゃあるよね。ブルベ冬？私はなんか行ってないんだけど、なんかのんのとかにマイカはイエベ、何イエベ、何があるのよ、イエベって、イエベなんとかだと思うよみたいな言われた。メイクの仕方とか別にね、変えないから、なんでもいいけどね。私なんかずっと同じメイクしてる気がする。1年ぐらい、1年半ぐらい、もうずっと同じメイクしてる、変えたことない。冒険したくない。なんとかメイクとかそういうの嫌い。なんか流行ったじゃん、なんだっけ、覚えてません。すっぴん風とかも嫌い嫌い。だってさ、私はさ毎日自分でメイクをしてさ、これが一番自分がもう保てる顔だ、自分の精神がもうこの顔で落ち着ける顔だっていうのを作り出してるわけですよ。だから他のメイクなんて いりません。精神的に生きちゃうもん、落ち着かないもん。前髪もそうだね、前髪もさ、私はこれでもう精神保ってるの。ちょっと大げさだね。これで保ってるから、前髪が風に吹かれてもいられ、もうカーってなるし、大変なのよ私だって、私だって大変なの、みんな大変だね。オフの日はメイクしてないよ、オフの日はメイクしてない。すっぴんでもうあれ、何ひもの女みたいな。だからここをピシッピシッでさ、なんか私めっちゃストレートなの、髪の毛が直毛で、だから髪の毛縛るとね、髪の毛縛るとさ、普通にさ縛るとさ、これさ、ちょっとハゲてる、ちょっとハゲてるの嫌だ。普通に縛るとさ、ほら見て、このピン、わかる？このピン、このピンわかる？ね、このピンわかる？ね、このピンわかって？で、なんか普通にそのさ、なんかイオリとか見てると、イオリもよく髪の毛結んでるんだけど、なんかイオリとか見るとちょっとさ、一回ちゃんと縛らせて、鏡、イオリとか見てるとさ、なんかちゃんとなんかふわってしてるんよ、適当に縛っても。だけどさ、なんか私めちゃめちゃピンだから、これはね、ここまで来たらいいよ、ほら、でも見て、めっちゃピン、わかる？伝わる？この私のピン具合、この私のピン具合伝わる？ゆりさんはくせ毛だからさ、これがさ、すっごいんだよね、私マジで、マジピンなの。すごいよね、くせ毛は大変、それはそれ大変だと思うけど、こん時のピンがマジで嫌。この時のこのピン、
このピンこのピンがいいやマジで。わかる？だからなんか髪の毛縛るときとか巻いてもらわないとダメ。でも私自分で巻けないんだよね。コテも持ってないし。でも髪の毛は巻けた方がいいよってヘアさんが言ってた。めんどくさいから嫌。だからねやっぱめんどくさい。めんどくさい。サイン会の時はあれはリサがやってくれた。リサが暇そうにしてたから、リサが暇そうにしてたから髪の毛巻いてよって言ったら、いいよでもマイカさ巻かんよねで巻かんって言ったら、ねえ巻いとるイメージないもんでもさなんか似合っとるくないみたいな似合っとるくないみたいな感じで言って、あ似合ってる似合ってるリサありがとうっつって、いいやんおもろリサリサおもろなんか最近マジでリサが好き。なんかちょっと前からリサのことが すごいブーム来てたんだけど、なんか最近またね急上昇ランキング1位だね。リサ急上昇ランキング1位。なんかねリサのねいいところみんなに教えてあげるね。なんかさ人間ってさやっぱ機嫌悪い時とかもあるじゃん。で話しかけられたくない時とかすごい顔が不機嫌になっちゃったりとか、なんかうん、はいはいはいみたいな感じになっちゃうことってあるじゃん。私も結構あるのそれが。だけどリサってなんか機嫌が悪い時とか落ち込んでる時でもなんか冷たくなんないの。なんだろう、普通にさやっぱレッスンとかで落ち込んじゃったことがあってなんか大丈夫みたいなやったら、うん大丈夫だよみたいな感じじゃん。他のメンバーっていうか普通だったらね。だけどリサはなんかリサ大丈夫って言ったら、うーんでもなんか分かんないみたいな、なんかちゃんと可愛いすね方っていうか、なんか怒ってるっていうよりかなんかすねてるみたいな感じが強くて、でリサ可愛いなって思って、なんか多分もともとそういう性格の子なんだろうなって思って、だからリサといるとすごい楽なんだろう、気を使わないというか、なんか機嫌のなんだろう浮き沈みがなんだろうあるんだけど怖くないよね。怖くないって言うともう他のメンバーが怖いみたいなの言いますけど、他のメンバーはまあねそれにほっといてほしい子もいるじゃないですか。自分の中で整理したい子みたいな、そういう時はやっぱ話しかけるのをやめといた方がいいかなとか、あ今話しかけるタイミングじゃなかったかなとかね、いろいろ考えちゃうんだけど、リサはやっぱ違うんよね。リサはキアラとかもそうだね。キアラとかも機嫌の浮き沈みがあんまりないね。そうまあみんなね、イコラブみんななんかちょっとしたらもう10分ぐらいほっといたら普通に戻ってるんですよ。そう普通に戻ってるから全然なんか誰かにでもね落ち込んじゃうこととかあるからね、そういう時はどうしたらいいのかなとか考えちゃうけど、けれどもね私ね
私はもう機嫌の浮き沈みめちゃめちゃ恥ずかしい、もう恥ずかしいじゃない、めちゃめちゃもう大きいよ、めっちゃ大きい、もうマジでイコラブ一応大きいじゃないかなってぐらい大きいからね。テンション高い時はテンション高いんだけども、マジでなんか暗い時めっちゃ暗いから申し訳ないなと思って、なんかピョンってしてない、ここ何これ、どここれ、あ、ここか、だから申し訳ないなと思ってさ。だけどさ、なんかこっちがめちゃめちゃなんだろう、すごい気分が上がってる時に気分が落ち込んでるところにはいけないじゃん、気分が落ち込んじゃってるこのところにはいけないじゃん、そういう時に、ね、あのそういう時はやっぱリサとかキアラですね。そう、まあ、自分勝手なんですけどね、そう自分勝手なんですけれども、そうそうそう、まあ、みんな人それぞれね性格はありますから。でも私はマジでね、本当にね、もう浮き沈みが激しすぎて、私1分でもう変われる、1分パーンみたいな時あって、1分後になんかスンみたいなのあるよ。あ、6時半だよ、ありがとう。じゃあタワーとか読みたいな、残ってるかな、うーん、あ、あ、ほのかちゃんありがとう、ほのかちゃんオンラインサイン会もありがとうね、元気。次は漢字が難しいゆうきくん、あ、出たゆうきくん、君は漢字が難しいゆうきくんだ、ありがとうゆうきくん、あっきーさん、くまありがとう、漢字がマジで難しい、びっくりした、鏡倒れた、びっくり、鏡がズデーンっていきました、怖、なんかもうゆるゆるになってきちゃった足が。かえり、あ、かえり元気、かえり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 会いたい、かえりかえり、お疲れお疲れ、え、このさ、何この、わかんないもん、何がなんだか僕わかりません、僕アンパンマン、ほのかありがとう、タワー、ほのかって呼んじゃった、ほのかって呼んでたっけ、ほのかって呼んでたっけ、ハートみんなありがとう、ハートいっぱいいっぱい、ハートありがとう、クマ、わかなちゃんありがとう、はい、目が乾燥、いるか、はい、じゃあみんな、イコタイム見てくださいね、今日はアンナとイオリ、アンナとイオリです、皆さん見てください。あとブログも更新しましたんで、皆さんコメントをしてください、コメントをしてくれたら、コメントが1億、1億だっけ、1万だっけ、1兆ぐらいいったらキアラに、ゆで卵を1個あげたいと思いますゆで卵をあげたいと思いますんで、皆さんご協力よろしくお願いします。はい、あと DVD とブルーレイも皆さんぜひ見てください。私も実物もらいました、見ましたしなんかね、言っていい、ネタバレ言っていい、ネタバレ言っていい、一個だけあのね、もうなんかファーストコンサートで2人セゾンをよりとやったんですけれども、すごくあんまりお歌があんまり
なんかね、上手じゃなくてショックでした。切ります。さよなら。さよなら。バイバイ。でみんなはそんなこと言わないでいいです。歌が下手だったとか言わないでいいです。みんなにできるのは褒めることだけです。メンバーのことを褒めることだけですね。マイナスのことは何も言わないでいいです。マイナスのことはこっちから言ってくんです。いいですか、みんな約束ですよ。指切りげんまん、嘘ついたら針千本伸ばす、指切った。はい、じゃあランキング、ランキング、ランキング忘れとた、ランキング忘れとた、ランキング忘れとた。何位だ、何位から、何位から、13位から、13位、通報しちゃ通報しちゃ。バーラさんありがとう。バーラさん12位、カエリ、あ、カエリありがとう。11位、ナオさんありがとう。10位、夏美さんありがとう。次は9位、漢字が難しいゆうきくん、ゆうきくんありがとう。次は8位、あやかちゃん、あやかちゃんありがとう。7位、フェナちゃんありがとう。これはこれは7位ではないね。これは7位の指ではないね。いや、まあ6位、わかなちゃん、わかなちゃんありがとう。5位、はるなちゃんありがとう。4位、すぎちゃん、あ、すぎちゃんありがとう。3位、アンパンさん、アンパンマン、アンパンマンじゃないや、アンパンさん、僕アンパンマンありがとう。2位は、まさき、あ、ありがとう、まさき、ありがとうね。ずっと、え、まさきって、まさき、あのオンラインサイン会もまさきなの、私のいとこにそっくりなまさきさん。で1位は、ほのかちゃん、ほのかちゃんありがとう。ほのかちゃん、やっほー、お元気、また握手会とかで会えたらいいね。ほのかちゃんね、なんかツンデレみたいなね、気持ちあるよ、気持ち、気持ちあるよ。ありがとうございます、皆さん。それじゃあエコタイム絶対見てな、エコタイム絶対に見てくれよな。さよなら。